はい、どうも、蒸気クラウスです。今回は前回に続いてお問い合わせのあった動力ユニットに関する回答動画です。車輪を作る動画と一緒にご覧いただければ G ゲージサイズで蒸気機関車を作りやすくなると思うので、まだご覧になってない方はそちらもチェックしてみてください。ではご覧ください。どうぞ。蒸気機関車の動輪はサイドロッドでつながっています。これをフルスクラッチする場合、それぞれの車輪が同じ速度で同時に動くように作らないとサイドロッドがずれて動作不良を起こします。まあ、こんな感じですね。実物同様、サイドロッドによって動力を伝達するのは模型でも不可能ではないですが、高い精度が求められます。少なくとも私には難しかったので、車輪を同時に動かす方法を考えました。そこで使うのがこちらです。歯車とチェーン。これはタミヤの楽しい工作シリーズのナンバー142ラダーチェーン&スプロケットセットのものです。フォーレックスやプラパンなどを使ってダイワクトランボードを組み立てていきます。この時に車軸に歯車を取り付けます。で、この歯車とギアボックスをチェーンでつないで動力を伝達します。これで車輪が同時に回転します。ギアボックスは箱型のカバーで隠します。箱の上にボイラーとサイドタンクを取り付ければ動力を隠すことができます。これは応援動画で紹介した子供汽車を製作している動画です。ここで疑問を持った方もいると思いますが、これら2種類の機関車のようにサイドタンクが小さい機関車や、そもそもサイドタンクがない機関車の場合はどうするのか。その場合はこうします。ご覧のように台枠の中にギアボックスをまま詰め込みます。台枠内で動力を完結させることでサイドタンクのない機関車でも外観を崩さずに再現することができます。今回2通りの動力機構を紹介しました。前車をチェーン引き上げ型、後車を台枠一体型と仮に命名します。この2つの動力機構、それぞれ利点と欠点があります。チェーン引き上げ型の利点は下回りの工作の自由度が高いことです。車輪同士の幅を調整しやすいので脱線しづらいように作れます。また車輪同士のスペースに空きがあるので台枠の形状などを再現しやすくなります。欠点は上回りの工作の自由度が低いことです。動力が上に突き出るので、先ほど少し触れたようにサイドタンクのない機関車やボイラーが細い機関車には応用が難しくなります。まあ、この点台枠一体型は動力が下に集中しているので上回りはほぼ自由な形に作れます。台枠一体型の欠点は下回りの工作の自由度が低いことです。ギアボックスと歯車が車輪の幅いっぱいに詰まっているので、どうしても車輪同士の幅が大きくなって脱線しやすくなります。なので幅を狭くする工夫が必要になり、台枠などの形状の再現が難しくなります。ちなみにこれらの機関車はチェーン引き上げ型、こちらは台枠一体型で製作しました。私が機関車を作る際はこれらの利点と欠点を機関車の形状と一緒に踏まえながら使い分けてます。皆様もこの動力機構を参考にいろんな形の蒸気機関車を作ってみてはいかがでしょうか。はい、てなわけで最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルではペーパーやプラ板を材料にした手作り模型の製作を中心に発信していきますので、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、蒸気クラウスでした。じゃあ、バイバイ。